猛毒を持つ植物、墓地の式見。式見はお盆の送りの日に墓に供したり、線香に用いられていたりする仏事に欠かせない木だ。しかし、この式見には猛毒があることは知っているだろうか。日本では主に東北伊勢の団地に自生しており、墓地や寺院、庭木としてもよく植えられている式見。5から10メートルの枝が多い常緑樹だ。春頃に薄黄色の花を多くつけ、秋につける果実は緑色で熟すと黒褐色になり、茶色の星形の袋化を落とす。この葉は実は線香の燻香料として用いられている。仏教の宗派によっては重要な木の一つとして挙げられる。式見は全花部。特にシニアニサチンやデイオキシアニサニンと呼ばれる毒が多く含まれている。特にアニサチンは強力な神経毒であり、植物としては唯一毒物及び劇物取締法において劇物に指定されている。狼さえ嫌ったと言われるほどの強力な毒だ。この式見の毒は、嘔吐や下痢、めまいなどを引き起こす。そこから進行していくと呼吸困難や血圧の上昇が起こり、重度の場合は死亡することもある。